いやまさか私の誕生日をお祝いしてくれるなんてねありがとう少年。このケーキ少年の手作りでしょ。そりゃ一目見ればわかるよ。これでもクレープ屋の店長だからね。少年がどんな気持ちでケーキを作ってくれたのかもちゃんと伝わってるよ。たくさん手間をかけてくれたこともさ。それにしても立派なケーキだな。このサイズ感にこのインパクト。待てよ、これってうちのクレープにも何か生かさないかな。あとすればよし少年、お礼に今度特製クレープをご馳走しよう。きっと喜んでもらえると思うからさ、まあ楽しみに待っててよ。